こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。2022年3月11日のワルソネコニュースラジオになります。はい、本日あのグスマ第2弾のブライスですね。いやー来るなと思っとったけどね。はい、そろそろだと思ってたんですけど、うん、ブライスショップに初めて降りてくるネオブライスの最終仕様の発表と、あと公式の販売方法が出ました。そうですね。ちょっとなんか今までと違うっていうのもあるし、はい、やっぱり何よ、あのお店さんで買えるようになったようなね。あ、それがすごいありがたいですよね。うん、もう本当地元で買いたいっていう声もすごくあったので、うん、そういう意味ではなんかこう新体制がやっと始まったなということ で、 ね、まあ、このフロートアウェイドリームの最終仕様まず見ていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。まず発売日確認させていただきます。はい、今回発売日2022年4月の28日木曜日です。はい、これはまあちょっとメーカー小売希望価格も、はい、税込み2万350円ということで、はいはいはい、まあ、税抜きになったら1万8500円やけど、はい、やっぱり1割ってでかいね。でかいですね。そしてまあこれまでとそんなに変わらない価格帯で出てくれたっていうことですね。で発売日なんですけど、いつもだったら金曜日、あの発売日とされてもんやけど、はい、これって出荷日かもしれんのよ。あ、これちょっと ね、分からないよ。そうだからあのジュニームーンでのなんか販売に関してはこれはまた後で触れるんですけど、うん、これ28日から店頭で販売かどうかっていうのはちょっと近づいてくるまで分からないかなと思っているところではあります。前回 の、 あのグッドスマイルカンパニー第1弾も、はい、発売日とはまあ違ってて、はい、どっちかというと出荷日に近い感じだったもんね。なんか28日でもジュニームーンはいつもそうなんですよ。あ、なるほど、うん、だからその辺がちょっと見極め難しいかな。だから、うん、問屋さんからなんかこう出荷されるのがいつなのかなっていうのは少し気にはなってっているところです。ちょっと始まったばっかりなのこの辺なんか、はい、お店ごとのアナウンスを待ったりとか、うん、ジュニーモンも多分ね個々にあると思うんでブログの方で、はい、もうその辺は気をつけていきたいところです。あとはもう今回発売日が木曜になったっていうのは、うね、これまでだったら金曜日っていう感じでずっと金曜日金曜日だったんですけど、今回29日がもう祭日で言うたらゴールデンウィーク突入の直前でっていうことになるんですね。物流とかどうなるかわからんけんね、はい、なるべく早めに荷物が来てくれたらその何を渋滞とかあるからね。あ、そうですね。その辺はちょっと心配ではありますけど、うん、もうそれまでにね、もうこの今のどこにもなんか行きづらいっていうなんか状態が少しでも緩和されてたらもっとありがたいんですけどね。まあ、なかなかそれはね我慢の時かなと思うところもあるけど、うん、まあでもこうやってねあの何ゴールデンウィーク前に発売ということで、はい、なんかお休みの日これで遊べるから、あ、ちょっと楽しみでもありますね。うん、じゃあまず本体の仕様の方からいきます。はい、フェイスタイプラディエンスエボリューションですね。これ変わらず、はい、そしてフェイスカラーがフェアですね。ナチュラルスキンということで、どんな色なんかちょっと手元に来るのが楽しみやね。そうですね、前回がスノー肌ということで相当色が白かったので、うん、そうそうそう、今度は健康的なフェアということでまた雰囲気が一気に変わるかなと楽しみなところではあります。このまあ何あの公式の方で出た写真で今もこれ横に写ってるやん、はい、手の写真と唇のアップの写真はちょっと置いておいて、はい、横にあの目の写真があるやん、はい、その時のちょっと何肌の色なんやけど、はい、ちょっとね、うん、赤がかぶってんのよ色として。色温度的とかそういうんじゃなかったか、フィルターの血色を良くするためによく何を赤のフィルターを入れるときあるよ、はいはい、そのやけどちょっとねマゼンタ入りすぎてるかなと思うとこあるんよ。あ、そうですね、あの、うん、ずらっと並んでる写真の中で箱写真だけがなんかこうちょっと色味が違ってたりしたので、これ実物を見たいなっていうのはすごく思いましたね。うん、ちょっと目の方が白のとかあるやん、はいはい、あそこにちょっと赤かぶってんのグレーと。あ、そうですね、あの、うん、これ背景のせいかもしれないですけど髪の方にも少しピンクが乗ってる感じに見えたりもするので、だからこの辺ちょっと色がわからないなっていうところが、ね、ちょっとまあ実物見るのが楽しみかなっていう、はい、でメイクですね、アイシャドウはイエローがかったブラウン、はい、リップはピンクで、これぷっくりマスクになってます。あ、じゃあ前回と同じ。でも前回ともまたぷっくりの形が違う可能性もありますんで。あ、そうなんや、前回もぷっくりマスクやったの、ですね、あのぷっくりもなんかいろいろタイプがあるので。あ、なるほど。だから過去に出た子たちもぷっくりマスクって全部同じじゃなかったので違うね。だからそのうちのどれかわからないっていうところにはなってきて、もしくはその上下でだいぶ雰囲気変わってくるからね。あ、そういうのもありますからね。だからこのぷっくりは前と同じかどうかはちょっと一旦置いとく感じにはなります、はいはい、正面から見ただけではわからないとこもありますからね。はい、でチークはピンク、はい、でアイカラーですね、はい、正面ブルー、右オレンジ、正面ピンク、ここまで基本色です、うん、で左のブルーグリーンが特色になります。なるほど、うん、なかなかアップルグリーンとかいうそこまではいかないグリーンかな。ちょっと明るめのブルーグリーンになりますね。そうやね、これまぶたのパーツは、スキンカラーのままなので着色なしです。なるほど。でまつげはブラック、基本的な感じですね。あ、この基本のもちょっと見たいんよ。そう、基本のどんなまつげになるかっていうんが、そう、これでかい、これまでと印象がどうかっていうのが分かってきますんでね、はいはい、あとカールの具合もね、この最終見る限りは、はい、結構その何上がってるなっていう感じが。あ、そうですね、
ね、上がり目に見えますよね。まあでもこの辺ね、最終が来るまでわからないよ。そうやね。でまだこの最終っていうのも、まあ、これが最終やけど、はい、お店に飾るやつあるやん。あ、サンプルですね。あれとその何も一般的にその出回る商品違うから、量産品になったらまた違うとか、いろんなパターンがありますからね。もうこれは実物が来て、なんかこう何個か並べてみたときに結果が出てくるっていうとこですかね。それまたこれ何、あのスペリオールとか、うん、あの分の頃からちょっと並べて、うん、まつ毛の透け具合とかそういうのちょっと測ってみたいですね。ああ、そうですね。でヘアカラーですね、髪の色はブルーグリーンということで、はい、これもね、あの、はい、来るのが楽しみなところの一つであるっていう、はい、この水色にほぼ見えるんですけどブルーグリーン、少しグリーンかかってるよっていうときに、この過去の子のどれと一番近いのかとかは、まあでもその過去の子っていうのがだいぶ応変してるんで、 それがあるので全く同じでしたよっていうのがなかなか言いづらいなとは思っているところですね。まあでも何よ、新品の状態のブルーグリーンってかどんなもんかっていうかね、お伝えできれば。そうですね。で今回はイヤリングありません、はい、でマニキュアはあります、ピンク塗ってます。あ、なるほど。今回のこの何よ、手のアップ映ってるやん、はい、なんか前よりこうシュッとしてないように見えてしまうけど、まあ金型かかったりはしてないと思うんで。そうですね、まあうちのはなんか届いた時になんかすごいなんか手丸くなってたので、結構なんか他の届いた人の写真見たらなんか、はい、あ、手丸になってるって思うけど、まあ日にちが経ったら戻ってくんかなっていう。だいぶうちも戻ってきましたよね。あれはもうどうもやっぱりビニールでかギューってなってただけみたいですね。まあでもなんかこうパッと見た時に、はい、まあ春らしい感じのスッとした顔立ちに見えるんかって、あとちょっと気になるんがね、はい、やっぱチークの広さが今回どうなってるかっていうのが。あ、そうですね、まあ、製品版のね、うんうん、そうですね、前回は相当範囲が広かったりもしたので、うん、もうこのチークの乗り具合でか印象ってすごく変わるので、変わるなっていうのが、もうまたこれ比べてみたいところですね。次にセット内容を確認させていただきます、はい、ドール本体、帽子、ジャケット、ブラウス、ジャンパースカート、ヘアゴムは2つ、はいはい、バッグ、ペチコート、ショーツ、ソックス、シューズ、スタンドは 17.5cm ということで、いつもの通常タイプかなと思います、腰のとこで止める分かな。そうですね、腰の上になるかな。前回のがあのスカートにインさせるタイプやから、あれが 13cm になりますんで、はいはい、今回 4.5cm 長いので、もうそれこそあの靴が低かったら脇の下までいっちゃうタイプですね。あ、そうですね、ちょっとシューズの方もこれ4連ストラップが見えてるんで楽しみですね。あ、そうですね、これはね、いつあっても困らないんですよね。そしたら服の一つ一つの仕様を見ていきましょうか。では左上から見ていきますね、はい、まずカンカン帽ですね、この紺色のカンカン帽なんですけど、うん、赤リボンベルトと本体にボンボヤージの刺繍入りということで、はいはい、後でまたなんか細かいところを見ていただくんですけど、そうですね、この刺繍入りなんやけど、こうまた正面から見たら見えないというか、そう、後ろ側に入ってるようになってるんですね、これは向かって右側になんかリボンというかあるやん、あれがこう正面じゃないっていうことやから、ね、刺繍の武器はやっぱり向こうになるんかな。そうですね、だからその刺繍が入ってるところを後ろにしたら正解になるのかなというのは、まあ、これね、方向はいろいろ好きにしたらいいかなとは思うんですけど、まあね、うん、で次ヘアゴムですけど、はい、ヘアゴム2つついてるんですけど、気球柄のリボンでツインテールにできますということで、これは、ブラウスと同じトモノのやね、多分だと思われます。それに関しては言及されてないんですけど、はいはい、柄は同じですよね、まあ、ちょっとゴムの分とかもどんなゴムがついたのかちょっと気になるね、初めてやから。あ、そうですね、うん、あと今回なんか正し書きの方でこのツインテールは最初からしてませんよみたいな感じで、はい、あ、まあね、うん、髪を下ろした状態ですよっていうのを書いてましたので、うん、このツインテールに関してはご自身でということで、はい、そしてジャケットですね、はい、今回なんかネイビーのショート丈で、セーラーカラーの方にあの鳥がフロントの方についてるのと、右の襟のとこかな、向かって、そうです、向かって右の襟のところに、はいはい、これちょっとメタルパーツっぽいのでついてるんですけど、メタルなんかな、なんかメッキをしてる感じがするけど、どうなんやろね。そうですね、そういう色味だったんですよね。あとはあの襟のなんか後ろですね、セーラーのとこやね、はい、これフランス語で、ね、メッセージのプリントが入ってるんですけど、はいはい、なんか幸せは続くみたいな、幸運が続くというか、そうそう、幸運に寿命はないみたいな意味らしいんですけど、これいろんなシャツにプリントされてるからもうなんかよく見るやつやなっていう。そうそう、あのこの言葉コピーしてあの Google さんで検索入れたらいっぱい出てきます。山のように出てくる、うん、だからもうなんかよくある慣用句的な感じなのかなって思ったんですけど、まあ、電車は続くよどこまでもみたいな文字はないけど幸せはずっとあるからそんな急がんでよみたいなのもあるし、うん、もう延々と幸せが続きますようにもあるし、うん、そうそう、はっなんかこう辛いことあってもなんか幸せすぐ来るよみたいな意味だったりもするし、止まない雨はないじゃない的なやつやね。そうやね、なるほど、そういうものかなっていうふうに取りました。ちょっとまあ日本人にはちょっとあまり聞き慣れない言葉なんで、うん、そうですね、あとは袖口になんかあの同じ色でベルトとリボンがついてたりしてディティールが結構凝ってたりしますんで、これ結構最終見てあれなんやけど、はい、リボンなんか結構でかいなっていうのが、そう、大きく見えますね、大きいなと思って、ちょっとだから浮いてる感じというかなんかそのベルトの上に乗ってるの
の？そうかな。なんか細かいところすごく手元で見るの楽しみなんですけど。後半になったら大きい画像も出てくるんでちょっと見てみましょうか。はい。そしてシューズは4連ストラップということで。これはもうあのブルミの頃からついてる。そうですね。4連ストラップって感じ、なんか先が丸いのが多いんですけど、うん、このあのブルミブルムズベリーの時に出てきたこの先がシュッとしてるやつですね。はい、これすごく使い勝手が良くて。これもまあ前回と同じかどうかね、比較ちょっとしてみたいね。そうですね。見た目かなり近いので同じ形でもう一回肩を作ってくれてるのかなっていう期待をしているところです。 そしてポシェットですね、はい、こちらエアメールのデザインっていうのは前回も言ったんですけど、うん、まずなんかチェーン、ゴールドのチェーンがついてます。そのチェーンの下側にリボンが、これは1個だけついてるんかな多分。そうですね、フロント側に来るように使うのがベストなのかなと思います。うん、あとはあの赤いハートのボタンで止めたっていう風になってるんですけど、これが開くかどうかがわからない。からん、ね、なんかこの赤いボタンがなんかそのボタンのホールがあってとかではないと思うし、そかそか裏にスナップがあるのか、もうこれくっつけたままなのかとかいうのはちょっと手元に来るまでわからないかなと思っているところです。うん、そしてジャンパースカートですね、はい、先ほどのヘアゴムと同じで気球柄ということで、うん、これプリーツ綺麗に畳んでますよね。これね、正面の分がちょっと何大きく塊になってて、はい、そこから小さく畳んでる。だいたいこれ 1.3 とかそのぐらいで畳んでるのかな。どうでしょうね、これ現物来たらなんか、うん、あこれ細かいなとか言い出すかもしれないんですけど、多分ジャンパースカートなんで、はい、まあ、そんな何背中後ろ全部パックリ割れてるデザインにしないと思うんで。そうですね、半開きやと思いますんで、うん、そうそうそう、これいろいろ着回しも楽しみですね。うん、でハイソックスです。もうこれ膝下の丈に見えますね。あ、いいね、涼しげで、はい、もうこの黒のハイソックス色移りだけしないことを願いつつですけど、このジャケットの分とまあ似たような色やと思うんやけど、はい、まあちょっと色移りもちょっとね、まるまるその2日か1日まるまる履かしてみて、うん、はい、次の日どうなっとるかちょっとお伝えできれば。そうですね。そして今回これ見えてないんですけどペチコートが入ってます。そうですね、 A ラインの分で書いてますね。そうです、あのこの A ラインのスカートの形をきれいにキープするために入れてるっていう形なんですけど、はいはいはい、このペチコート多分いろんなとこで使いどころがあると思うので、うん、もう言うたらパニエとかと同じで、そうですね、すごくありがたい存在になると思います。あとブラウスですね、はい、このからし色なんですけど袖口とフロントにピンタックということで、ね、結構凝った形になっています。うん、こちらも着回しが結構便利そうな色と形なんで。そうですね、首元とかもなんかシュッとしててね、袖のとこも締まって、ね、うん、これはどうなの、透け感があるんかね。一応 ね、イラストの段階では腕が透けてるように見えてたんですけど、そうそうそう、確か帽子もデザイン画の段階ではちょっと透けた感じで描かれてたんですよね。うん、頭の方がなんかこう輪郭というかね、形が出とったから、うん、そうそう、まあこの辺はもう最終ではちょっと分かりにくいところもあるけど、服はなんかね、ちょっと透けた感じで写っとる写真もあるんよ。あ、そうですね、だから外撮りのなんかこう光具合によっては分かるかなっていう、逆光の分で透けてんのかなと思うのがあるけど、うん、まあ、この辺も実物見れる方はなんか早めに体感できるかなと。そうですね、ここから多分なんかジュニムーンさんとかサンプルも置くと思いますので、それで分かるかなっていうのは思いますね。うん、ちょっと箱のデザインも見ていきますね。はい、気球の柄自体は多分布にプリントされたものと同じのを使ってるのかな。まあ、多分その辺のパステンヒーターが残っとると思うし、そうですね、でまあ街並みがっていう感じの箱やね。それでまああと何、15歳とかそういうマークもなくそのままで。はい、もう今回一応空の旅がテーマみたいになってますから、 そうよね、そのイメージなんでしょうね。その気球から見下ろした街の風景というか、うん、そういうのが広がっている感じになっています。そしたらここでフロートアウェイドリーム、まずジュニームーンの販売方法から見ていこうと思います。はい、今回ブラシショップ限定ということもあって、うん、あの今回は予約方法というかそういう感じになっています。これちょっとまあ俺は早い者勝ちに見えたんやけど、そういうこと。そうですね、抽選っていうワードは一つもなかったです。でまず代官山店と堀江店実店舗ですね。はい、こちらは2022年3月31日木曜日、はい、12時から店頭にて予約受付になります。じゃあネットじゃなく店頭に行って、はい、まあ、なんかその何パスなんとかするとかそういうんじゃなくて、そうじゃなくて本当に店頭でも店頭で、でご予約はお一人様1体同一住所2体までというふうになっています。要するに、まあ、例えば俺とコペが行ったら、はい、まあ、俺が買うわと、コペも買うわ、これは OK ってことだね。 OK っていうことです。でここで買えなんかもう一人お姉ちゃんが来ましたとかはダメですってことになるかな。だいたいそのガンプラとかそのポケモンカードとかでは1グループ1体っていうふうに書くんよ。あ、それはまだしないっていうことは数があるんかなと思うし、その辺 の、ね、まあ、その配慮とかそんな考えてないかどうかわからん。はい、まあそれは置いといて、うん、で新宿店だけ少し時間が違います。おお、なんか1時間早い、うん、はい、2022年3月31日木曜日は同じなんですけど、うん、11時からです。え、これはなんだ、俺四国っていう田舎に住んどるからわからんのやけど、はい、東京は時差があんの。いえいえ、そんな関係ないの。そういうのなく、多分代官山店と堀江店は単独店舗で、なるほど、新宿店はあくまでなんか複合施設なので、まあね、ビルがその時間に合わせてになっているだけだとは思います。はいはいはい、何お前どこ寝とんやと、テナント入っとんやと早起きろと
まあその辺はねもう仕方ないですよね、うん、で今回なんですけどこの実店舗で予約されても引き渡しが配送のみになっています。なんか佐川さんで、はい、佐川さんのみになっています、ね、だからここら辺ね、あの店頭で当日もらいに行きますよっていうのがないっていうことで、うん、あとこの予約で全部なくなってしまったら発売日4月28日の販売分がありませんよっていうアナウンスもされている。このアナウンスなんやけど、はい、これはね取り方がちょっといろいろそのうちのお客さんも言ってたよ、うん、これその代官山堀江店新宿店、うん、その在庫がっていう意味ね。そうですね、なんか各店舗にも数ってなんか決めてるんやと思うんですよ。多分ね、何百個とかね、うんうん、このお店が売る分がこれっていう、それがなくなってしまったら28日当日分がなくなっちゃいますよっていう意味やと思ってください。4月のね、4月28日販売するやつがなくなるっていうだけで、そうですね、だから一般のお店には関係ないよ。うん、そういうことになります。だからもう上限数に達し次第終了ということでやっています、うん、そしてジュニムンオンラインショップです、はい、こちらは2022年3月12日明日ですね、土曜日お昼、はい、正午からになっています。でお一人様一体までということで、はいはいはい、だからいつもみたいになんかあの日付変わった瞬間からあの予約のなんか抽選申し込みですよじゃなくて、今回これがちょっと、うん、あのね不安なとこもあんのよ。あ、その懐かしのポチ合戦、早い者勝ちっていうことなん、これはそういうことになりますね。抽選ではないんやろ。はい、もうあくまでポチな感じですよね。あ、そっか、早い者勝ちか、うん、でもこの辺ちょっとわからないよな。ただ今回もうジュニムーンだけに集約されていませんので、ちょっとその他のことをちょっと見ていこうと思います、はい、で今回、はい、CWC 限定ではないので、うん、グッドスマイルオンラインでの発売があります。これねちゃんともうワルセネコ確保できました。はい、もう自分たちのはもうすでに確保しています、うん、これ本日2022年3月11日金曜日の正午からも販売が開始しています。そうそうそう、コミュニティの方では言うたんかな。そうですね、でお一人様2体までということで。おー、なるほど、結構な数が確保できとんかね。そうですね、で私たちこの正午に買ったんですけど、うん、もう15時現在でまだ在庫がある状態ですので、そうですね、結構ゆったり買えてるなという。気がついてない方もおられるかもしれないし、やっぱりお仕事終わってからっていうもね。ああ、それもありますね、うん、あとブライス公式ページの方でこのアナウンスがなかったっていうのも大きいと思います。そうですね、だからもうこちらなんかグッドスマイルオンラインショップの方でしたらもう今先に予約可能です、うん、あと送料が660円でちょっとだけ安い。ちょっと安かったよな、うん、そういうのもあります。うちらこれどこで知ったかって言ったら、はい、グッドスマイルカンパニーのあのツイッターをフォローしてたんで、はい、そちらの方でアナウンスが出ましたので、うん、もうこちらもなんかフォローしておくといろいろ情報が来るかなというのは、まあ、他のフィギュアの方来るからね。ああ、そうですね、うん、もうそれもありますけど、で今回なんか全国のブライスのオフィシャルショップの方での販売がございます、はい、でこのショップリストなんですけど、こちらグッドスマイルカンパニーのフロータウェイドリームの紹介ページですね。これね、グッドスマイルカンパニーのオンラインショップの方じゃなくてグッドスマイルカンパニーのページに行って、それで商品がバーッと並んでるんよ、はい、でちょっと下の方に行ったらあのフロートアウェイドリームのあるから、そこの紹介ページの下の方に、はい、ショップリストってあります、はい、ここからもうリンクでショップリストがなんか見られるようになっています。お近くのお店がブライスショップになっているかここで確認できますので。あとはウェブショップも確か全部あったよな。そうですね、リストが全部出ています。結構なんか大型店舗の方の名前もありましたんで、はい、だからこれまでやってたところもうやってないところいろいろあるとは思うんですけど、これでかいなんかお近くのお店がまだやってるか確認した上で、うん、あとまだなんかお店さん入荷数が確定していないところがほとんどやと思います。そうですね、だからあの予約期間っていうのはなんかちょっとまちまちやとは思うんですけど、うんうん、ちょっとそちらを確認した上で予約していただけたらと思います。まあ、大きなお店さんとかは多分な大丈夫やと思うけど、そうですね、大型のホビーショップね、まあ、一般店舗のね、うん、普通のなんかこう地方のお店とかどうなるかわからないっていうのが、うん、そうですね、だから今回から入荷数がどうなるとか、うん、なんかこれまでと同じぐらいしか入らないのか実は増えるのかとか、まだ全然分かってないので、ここからなんかあの発注出してねっていうのが来てるところなので、うん、私たちもまあブライスショップとしてこれからやっていきますし、そうやね、うん、また1年間よろしくお願いしますっていう感じではあるんですけど、まあ、こんな感じで見てきたんですけど、うん、やっぱりこのショップリストが出てくれたのは一番大きかったなと思って、ね、なんか大型店舗で言ったらヨドバシが入っとるんが、あ、入ってると思ってですね、うん、ちょっとあれはね昔も扱ってくれてたんですけど、扱ってた、うん、あ、変わらずやってくれるんやなとか、なんかねこの4月でなんか誰かが大学に行ったりとか、うん、社会人になって引っ越しとかいろんなで、まあ、電化製品買うやん、はい、そのポイントでこっそりフローターウェイどんな予約したりできるやんあ、それもいいですね。 それも可能やから。あ、そっか、そう、あとはなんか大きいホビーショップは結構
構見えてましたよね。残ってますね、うんうん、それこそ私たちアニメートとかが入ってくるのかなとか予想したんですけど、それはないなと、うん、案外なんかこう地方ショップ自体は大きな変化はないのかなっていう。新しくまあ増えたとこもあるし、なくなったとこもあるし、うんうんうん、ちょっと減ったかなと思いながらもぐらいの感じでしたね。そうですね、ウェブショップの方は減ったかなっていうのも、うん、それはちょっと思いますね、うん、でこんな感じでフロートアウェイドリーム見てきたんですけど、はい、この水色の髪が一番最初に店に降りてくるっていうのはちょっと新鮮な感じがしますよね。うん、色髪の分でこうなんか何を過去にも出とったかもしれないぐらいの色の近さかなと思うけど、はい、まあ実際どうなんかわからんね。この写真なんやけど、うん、まあ、多分スタジオ撮りやん、はい、やけどちょっとねあの顔色のとことか、はい、ちょっとなんか赤というかマゼンタが少し被ってるというか。あーそうですね、なんか血色をよく見せてるのか、うん、実際この色なのかがちょっと。そうやね、うん、で今もう一回箱の写真が出てるんやけど、はい、これはすごいクリアな感じで写ってんのよ。そうだよね、これはだけどっかの何を焦点の取り方ホワイトバランスが変えてんのかどうかわからんのやけど、うん、どっちの色が正しいんかなと思うとこはあるんよ。うん、そうですね、これ着てみた時にどっちが正解やったんかがわかるんですね、うん、ジャンパースカートはちょっと気なりが入っとる感じも見えるよ。あ、多分それは入ってるんでしょうね。この中で一番白いのがあのポシェットが白いやん。あ、エアメールのポシェットね、うん、あれで白点取ったんだったらこの色になると思うよ。あ、なるほど、うん、まあどれがね正しい白色なのかちょっとこの中で判別しにくいなっていうところもあるから、うん、実際こういうちょっとなんかあ何うっすら赤が全体にかかったような感じなんかね。あ、その可能性はありますよね。あ、外で撮った写真もあるけどそれも見ていきましょうか。あ、そうですね、それでかまた印象が変わりますね。まあ、こうやって外撮りの写真なんですけど、これも外なのかなと思うような写真がちょっとあるんよ、うん、そうですね、なんかね、え、これ外かっていうのが実はセットなのかって思ってしまうやつですよね。ちょっとね、分からないっていう。どうね、ぼかしをかけすぎたらなんかどっちか分からなくなるっていうやつかな。そうやね、なんか距離感がはっきりしない写真、左の写真なんかもう分からないっていう。うわ、でもあれ左の写真は帽子の向きが左になんかリボンが来てる。あ、本当や、逆にかぶせてるということは、まあ、ボンボヤージの文字多分前にありますよね。前にあるんかなこれ、うん、この刺繍ってあの全然違う色じゃなくて、うん、同じなんかブルー系でしてるじゃないですか。あ、ほんまやね、紺よりちょっと明るい感じやね。こっから見た時にあるのかなぐらいの感じではあるんですけど、拡大したらなんか文字があるように見えるね、うんうん、どっちにしてもなんかその前からなんかその文字見えますよみたいな角度で使うことって少ないじゃないですか、このカンカン帽って、ね、どっちかというとなんかこう後ろ気味か水平でかぶるものやから、そういう意味ではなんかこうさりげないところなんやろなと思うし、うん、でまあ右の端の写真は同じ感じのとこで撮ったみたいなというか、うんうん、ですよね。これポシェットのなんか裏のなんか結構いろいろ細かかったですよね。あ、なんか切って貼ったりしとったな、ね、スタンプあったりとか。そうそう、この辺もプリントやとは思うんですけど、うん、結構凝ってるなとか思って。真ん中の写真に関しては、はい、上と下でなんかもう髪の毛にグラデがかかったみたいに見えるから。そう、グラデかかって私も見えた。そうそうそう、そう、今のところ公式のブライスでそんなグラデがかかってる子とかいなかったから、うん、今後出てくれるんやったら面白いなって思う時はあるんですけど。そうだから一番頭のその何をサイドパート右と左で分かれてるとこあるやん、うん、一番白く飛んでるとこ、はい、あそこからちょっと右に行って濃いとこあるやん、うん、はい、あそこが一番正しい色なのかなと思うとこもあるんやけど、はいはい、その下の方に降りてって中間ぐらいがこれの髪の色なのか、それとも一番下の暗いとこじゃないぐらいの明るめのとこ下の方の、うん、あそこがなのかわからないから、ね、本当なんか実際髪の色これ早く見たいなっていうのが、うん、これ多分ここからサンプル見に行った方が、うん、あのこれまでのどうやってあの子に近いよとかいうのが多分少しずつ聞こえてはくると思うんですね、はいはいはい、だからもうこの状態だとなんか UFO555 とかと比べたいなとか、そうやね、そういうのは思ったりしますけど、もうサリーライスが色変わってるからもうあまり参考にならないじゃないですか、うん、もうこれはもうわからないもんな、うん、だってこの3つ写真並んでるけど、はい、これでももう全部髪色違うっちゃ違うし、あ、まあ、その同じやで、ね、同じ髪色やけど、うん、細かく見たら違うやん。まあね、ほか光源の感じとかで全然変わってはきますから、色温度で相当変わってくるし、だからこのちょっとした光で色の印象が変わるのがまたこの水色の面白いところやったりもするので、まあ、それなんて逆光とかの透け感もね色に影響してくるから、うん、そうですね、うん、もうこの明るい色っていうのは周りの色すごい影響するから、そうやね、そういう意味でも楽しいのは楽しいんですよね、うん、あとあれやね、あの発売されて手元に届いてやっぱり実物早く見たいね、はい、あとなんか何ツイッターとかお店のページとかいっぱい見てたんやけど、はい、もう予約すでにされてるとこもねいっぱいあるみたいで。あ、そうですね、なんかもうアマゾンさんとか大手のホビーショップとか、うん、そういうところがまず始まってますし、あとはなんか昔からブライショップやって
てた店とかもね、はい、あのツイッターの呼びかけというか、そうですね、もうあの仮予約という形で開始しているところもありますし、はいはい、賢明やね、すごいそれは、はい、あのまだ入荷数が決まってないお店がまだ多いと思うので、うん、だから仮予約っていう形になっているのはまあ納得かなっていう、うん、そうやね、うん、だからこれがなんか3月の末とかになってきたらだいぶ数が確定してくるところが増えてくると思うので、はいはいはい、これでまた予約開始のところがなんかこう段階的に出てくると思うので、うん、もうこれであのお近くの店がなんかどうかなとかいうのをちょっとずつ確認していっていう感じになるかなっては思いますね。そうね、まあ、久しぶりにブライショップ行けるね。そうですね、もう本当に地方のショップがね久しぶりになんかわーっと人が集まるの楽しみやなって思うし、うん、もうこれで近くでも買えるんだっていう印象が出てくれたら嬉しいなって思います。そうやね、入荷数がどうなるか全くわからないんで、うん、大丈夫やでっていうのはまあ正直俺は言えないっていう今の段階では、うん、言えないけどやっぱりなんかこう地方のショップで買えるよっていうなんか存在であってほしいなっていうのはちょっと願ってしまいますね、まあ、入荷ゼロっていうのはありえんと思うんで、あ、それはないと思います、うん、あと今回ブライスの公式さんの方から写真をお借りしてやらせていただいてるんですけど、あ、これはもうあの過去に OK ちゃんといただいてますんで、はい、もうだからこれまでもなんかブライスの公式さんの方の使わせていただいてるんですけど、うん、これあのグッドスマイルカンパニーさんの公式ページに行ったらもう少し大きい写真があります。そうですね、あの何をまとまった写真じゃなくて、はい、1枚ずつちゃんとあのめくりながら見れるようになってて、はい、で横にあの虫眼鏡パーツがあって、うん、それで拡大してちょっと大きくなるっていう、これスマホとかパッドで見たら、うん、まあ大きく見れるんやろね。そうですね、だからあのブライス公式の方だとなんか全部つながった写真で、うん、すごい小さいんやけどもっと詳細見たいなと思ったらグスマさんの方に行ったら見られますんで。そうですね、結構大きな画像見られるんで、うん、あとお店の方にもね、はい、あのお店さんにもこの画像配布されてるんですけど、これはあのこういう YouTube とかで使うのにはなんか禁止になっているので、商用はダメっていうこと、これ許可もらったらいけるんかね。なんか大きい画像で拡大したね、うん、それなりに布の感じとかまで分かるから見せてあげたんやけど、うん、あのこれはあくまでなんかあのそのお店さんがカートとかに使うとか予約受付に使うとか、はい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 、それ用なので、これをなんかこう YouTube に使うのはちょっと違うよということで、うん、それは使ってませんね、うん、うちらそこはルール守らせていただいてますんで、もうこの大きい写真見たい方はもうグッドスマイルカンパニーさんのページの方にぜひということで、うん、そしたら今日はこの辺で最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。